Thank you.
山越えしてきた方と、こちらも存分に被害を被っておりますので、はい、皆さんありがとうございます。そして今日はね、特別ゲストがもう分かりますよね。色がちょっとね、カラフルな人が最高ですね。もう楽しみでしょうがなかったですよね、本当にね。ということで、長くなるとまたね、雪が積もって帰れなくなるんで、サクサクっと行きましょうかね。まあ、ということで、はい、行きましょう。はい、次行きましょう。はい、次は山形からはるばる今年のちゃんさん夫妻のさとちゃん歌います。お願いします。
Oh,
岡瑠子。ちょっと金切り声がねすいません感じですけど、はい、はい、ありがとうございます。頑張りました。アイドライクトゥーも頑張りました。ありがとうございます。そしてですね、何を言おうとしたのかもういいかな。ダメですよね。はい、すいませんでした。はい、ですね、私が話すよりも山形の方からなんか今日はなんかないですから、今日はなんかないですから。今日は、雪がすごかった ね、すごい雪の中皆さんお越しいただいてありがとうございます。たかちゃんも雪を越えて名古屋に来ました。大変な思いをしていったと思います。はい、じゃあたかちゃんの気持ちをね、代弁するためにみんなで音楽で表現しましょう。はい、ということで次は、ね、スルーザファイヤーですよ、ね、ということで、はい、マイク入れろ。はい、次はですね、次の話もしてもいいんですよね。あんまりこう曲の話をあんまりするのは野暮かなって思うんですけど、一応次に歌う歌は結構昔から私仕事中に YouTube を開いてすごい調べました。次に歌う曲は2007年、モグロナイト、ね、長岡レゾンデートルで歌ったんですよ。これが、ねね、知ってる知ってる。ネブモイの初ステージ、ごめんなさい、突然絡んでます。ウェルカムネブモイの初ステージね。そこで振り切らないでこっちに。あ、そう、振り切らない。戻ってこい。はい、ということで、そうなんですよ。で、その時も、それも2007年の曲なんですけど、その次のやつもですね、結構歴史が古くてですね、2008年、聖バナルで歌った曲でした。はい、そうなんですよ。これね、右と左がね、うまくね、同じな速さで動かないんですよね、これね。やってみよう。はい、じゃあ次行きましょう。すいません。はい。
ちょっとやりすぎた。いいと思います。楽しいね。楽しいね。はい、ね、ということで、はい、最近あの2曲続けてやるの流行ってますから。はい、とりあえず2曲やりました。ですので MC 入れますよ。はい、入れますよ。でですね、今回はちゃんと仕事中にいろいろネタを仕事中に流水管でいらっしゃいませ、調べております。はい、流水管で、はい、受付しているので皆さん泳ぎに来てください。今日泳ぎ行きました。セブティーンアイスも売ってます。はい、ということですね、次の曲、ね、次の曲はですね、ボニー・ブラムレットっていう人が歌ってるんですよ。この人実は私知らなかったんですけど、すごくね、すごい人なんですね。あ、俺に振った。うん。いい、喋って。いいよ。デラニー&ボニーってね、知ってますかね。あのデラニー&ボニーって知らないでしょ。あ、聞いてないね。あ、知ってる。調べた、ちゃんと調べた、ね、あのエリック・クラプトンがね、エリック・クラプトン、あのレイラ作ったりして、あのもともとね、あの南部、アメリカ南部に行って、はい、彼らのツアーになんか参加して、ジョージ・ハリソンとか一緒にね参加して、そこで有名になりましたね。はい、そのデラニー&ボニーの、ボニーさん、はい、ボニー・ブラムレット、はい、あとは、あとはね、とね、ブラムレットさんはティナ・ターナーのほらね、ティナ・ターナー、こういう人ね、こういう人のバックでなんかすごいこうセクシーなね、このくらいのスカートでこう思ってた人たち、アイケッツって、あ、マスクでマイクのアイケッツっていうすごいね、あのお姉ちゃんたちいたんですけど、その人たちは大体黒人さんだったんですけども、初めての白人でアイケッツに入ったと、うんうんってうんうんって言ってる。はい、そうなんです。あとですね、もう一つ、カーペンターズがカバーした、ね、スーパースターっていう曲が本当はグルービーズ、グルービーっていう題名だって、うん、ボニーさんが作った曲だと。え、そうそう、スーパースター、うん、レオン・ラッセル、レオン・ラッセル、あと一緒に作ったんだよ、そう、ボニーさんが、そうなの。ロンガゴー、レオン・ラッセル、ナナナナ、そうそう、それ以上です。ちょっと後で正確なとこ調べて、私のブログの方で報告したいと思います。スーパースターの作曲クレーム、あ、調べればすぐ分かるのね、こんなね、調べて、はい、その場で調べ、え、まだ調べないでください、ね、終わってから、ね、そうね、そして、うん、次のね、ちょっと幕合いがあの長めになるので、その間に調べましょう。皆さん、はい、お願いします。もう忘れる。ということで、とりあえずボニーさんから行かせていただいてよろしいでしょうか。お願いします。Thank you.
優しいお兄さん、ジョーさん。
皆さんには申し訳ないんですけども、本当に最後の曲なんでアンコーは言わないでくださいすいません、本当また次回 ね秋にアンコールするからぜひ来てください。また、はい、それじゃあ最後の曲の前に私なんか言おうと思ってたの、ちょっと見てもいい、はあ、残念、一曲抜けた分のやつでしたということで最後の曲、私たち、あ、みんな大好きな曲、踊って踊って、インコグニット、大丈夫、心配したトーキングラウンド歌いますよ、はいはい、頑張ります、はい